岡山市の岡山県立博物館で開かれている企画展、吉備から岡山へです。岡山県古代吉備文化財センターの発掘調査による出土品など124点を展示していて、かつて吉備と呼ばれた岡山県と他の地域との交流の歴史がわかります。こちらは総社市にある遺跡から見つかった銅鐸です。弥生時代後期のものとみられ、釣り手の部分には水が流れるような文様があります。同じような文様の銅鐸が近畿圏で3つ見つかっていて、当時の吉備と近畿で交流があったことがわかります。他にもベトナムなどで作られたとされる弥生時代後期の墓から出土した勾玉や、古墳時代に中央政府とのやり取りがあったことがわかる太刀の塚などが展示されています。この展示会は岡山県立博物館で今月21日まで開かれています。